零下十何度凍る北京の冬に白衣に身を包む兵隊さんのスケート、おっと危ない、見事にひっくり返り戦友の手にすがるご愛嬌。鉄砲を持っては百万の敵も恐れぬ兵隊さんが、慣れないスケートを履いては一年生全く思うようにはならないようです。一方では雪を固めての手榴弾合戦、一戦で鍛えた腕前もだいぶ勝手が違って大混戦です。内地の皆様ご安心ください。こうして皆元気を回復し、また戦線へ立つ日を待っていますと頼もしい。これは大陸からのお便りです。